はい、皆さんこんにちは。セグメントゲームズの管理人、パーティーゲームです。本日は単独ラジオでございます。ブログの方でいただきましたお便りの紹介をさせていただきます。はい、今回も一通だけというか一通しかないので、しっかり紹介させていただこうかなと思います。はい、それでは読み上げていきましょうかね。ニックネーム赤緑さんからのお便りでございます。前略。さて、今年はファミコン30周年を迎えますが、管理人さんはどんな印象をお持ちでしょうか。個人的にはリアルタイムだったので、30年は感慨深いと同時に不安がしこりのようになっています。その不安とは、ゲームの保存についてです。今、ファミコンどころか数年前のソフトでさえ入手困難な現状、そして東日本大震災以降、特に日本中どこにいても災害で、誰か個人のゲームコレクションが失われたりしないかとか、多分リアルタイムの世代だから余計に干渉的なのかもしれませんが、後世に残し伝えなくてはと思う気持ちが強くなりつつある今日この頃です。はい、ファミコン生誕30周年。まあ今ね、 Wii U 版バーチャルコンソールでちょっとキャンペーンなんかもやってたりしますけどね。はい、ファミリーコンピューター1983年にまあ発売されまして、日本で約1900万台、世界では約6200万台、売れているということで、まあね、本当にテレビゲームの時代の金字塔とも言うべき存在ですね。はい。本来、まあ、テレビゲームって多分それよりも前に存在したと記憶してますけど、なんかまあね、テレビゲームというとなんかファミコンから始まったみたいな、印象の人が多いんじゃないのかなというふうには思います。はい。まあ30周年ですからね、私今28ですから、私より先輩なのですよ。まあそういうのもありましてね、私は、まあ、どちらかというとファミコンからではなく、スーパーファミコンから本格的に遊び始めた世代ですから、まあ、ファミコン世代にどういう印象をと言われると、まあ、正直言ってピンとこないところもあるんですけどね。はい。ただまあ、今でしたらね、バーチャルコンソール、あるいはゲームボーイアドバンスの時代はファミコンミニシリーズとかね、発売されたりしましたよね。まあ、その他も、例えば、プレイステーションの方で、まあ、古い、昔のファミコンのゲームのね、復刻が出たりとかいうこともあったりしましたし、まあ、ファミコンに限らないですけどね。まあ、そんな風に、昔の作品を遊ぶ機会っていうのはね、思いのほか今増えてると。で、まあ、私なんか、それこそ、リアルタイムではないので、そういうバーチャルコンソールとかでね、ファミコンを遊ばせてもらうことがありました。ファミコンミニもそうですね。やっぱりね、昔の作品ですから難しいです。ファミコンミニがね、出た頃なんかは、そうだな、それこそ、ゲーム雑誌で攻略本が付録としてね、ついたりしますよね。ああいうのを、片手間で見ながら、攻略じゃないと、まあ、私にはとてもクリアできないかな、という感じでしたけど、でも面白いとは思いました。その、私の印象として、ファミコン時代の作品っていうのは、なんていうのかな、無駄な肉を徹底的に削ぎ落として、骨だけしっかり作ってます、みたいな。まあそういう感じなんですよね。今はなんかこうね、ボリュームがどうとか、あんな要素、こんな要素、インターネット通信、何々通信、ダウンロードコンテンツ、その他もろもろ、いろいろありますけど、ね、昔はそんなもん考えもしなかった時代ですから。考えもしなかったし、ユーザーもそれを気にする時代ではなかったですからね。それだけにゲームそのものの構築に本当に純粋に力を注いでた時代だと思います。それでもちろん前例となるなんだろうなアイデアっていうのも少ないですから、もちろんそのゲームの構築っていうのにはすごく頭を使ったでしょうね。ですけど、まあだからこそ開拓できた作品っていうのは高く評価されてた。スーパーマリオブラザーズから横スクロールアクションの時代が始まったり、あるいは、まあ、これスーパーファミコンですけどね、ストリートファイター2から格闘ゲームの時代が始まったりとかね。
開拓された作品が純粋に評価される時代ではありましたよね。だからこそ、そういう骨だけ骨格がしっかりした作品っていうのが、まあ多く世に出てきたのかな、なんていうふうには思います。この開拓精神っていうのはね、今の時代もぜひ忘れないでほしい。ファミコン時代にそういう開拓精神があったらこそ、あったからこそ、今の時代、今までね、こう、ゲーム業界が続いてるとも言えるわけです。で、まあ当然これからもゲーム業界を続けていくからには、開拓をし続けてほしい。新しいことをし続けてほしい。ね、今どうしても、ね、新しいことやりづらい時代になってますけどね。まあソーシャルゲームだってまあ一つの開拓ですから。やっぱ新しいことが認められる時代っていうのはいつまでも変わらない。難しいことも変わりないですよ。その開拓することがね。新しいもの作ったって、大して人に知られずね、消えてしまう作品も多いですから、必ず認められるわけではないけど、でもそういう開拓精神があったから今があるということを考えればね、これからも新しいことは続けていてほしいですね、やっぱり。はい。そして、まあ、お便りの中にありました、ゲームの保存というお話ですね。まあ、その、なんていうのかな、まあ、ゲームの保存といってもいろいろあります。ね、ファミコンソフトだったら、いわゆる、昔のままのパッケージタイトル。あるいは今バーチャルコンソールとかもありますけどね。私はよく、例えばソーシャルゲームやオンラインゲームにおいて、まあ、いつかサービス終了してしまいますと。いつかサービス終了してしまうから、まあ、永遠ではないってこうことを考えると思い出に残りにくいと。だからやっぱパッケージタイトルには価値があるんだって話をまあしたりしました。ただ、じゃあパッケージタイトルが本当に永遠に遊べるかって言ったら、それもやっぱり、どうなのかねって話でね。物理的なものである以上、いつか壊れる時は来るし、利用し続けていたら、まあ、劣化してね、突然読み込まなくなったり、データが壊れたりすることもあり得ると思うんです。で、ましてやそうなった時に修理してくれるようなところも、ね、ほとんどないというか、少なくとも、ハードメーカーは、古いゲーム機の修理は受け付けてないと思うので、それこそどっかで何なんかこう、例えば古い時計とか古いカメラとか直してくれるようなお店があったりしますよね。ああいう感じで古いゲーム機を直してくれるようなところにを探してお願いするぐらいしかもうないわけですよ。でもそういう方法をとっても、ね、完璧ではありませんから、やっぱりそういうところも含めて考えたら、パッケージタイトルだって永遠ではありません。そして、まあそれのね、まあ代々というか、バーチャルコンソールやゲームアーカイブスというダウンロード専用タイトルとしての復刻ですよね。これは、まあ本当にダウンロード専用タイトルとして、まあ安く、しかもいつでも買えるという非常にね、大きなメリットを持って、今の時代に昔懐かしい作品を伝えるいい、サービス。ね、非常にまあ、いわゆるゲームの保存という意味では、非常に今の時代らしいやり方をしてるなと思うんですね。ただし、ダウンロード専用タイトルだって永遠ではありません。サービスが終わればね、ダウンロードできなくなると。で、ダウンロードしておけばね、サービス終了しても遊べはしますけど、当然ですけどね、ダウンロード専用タイトルっていうのは、じゃあどこに保存してますかって言ったら、ね、例えばゲーム機本体だったり、当然そのデータが壊れたりすればもうアウト。ですから、やっぱりダウンロード専用タイトルであっても永遠ではない。そういう意味ではね、なかなかこうゲームの保存っていうのはね、まあ、半永久的には可能かもしれませんが、永久的には不可ね、できるものではありません。まあそう言われるとなんかね、絶望しちゃうところもあるかもしれませんけど、そうだなぁ。もう難しいとは思うけど、少なくともバーチャルコンソールとかね、ゲームアーカイブスとかで昔の作品を今の時代の人に楽しんでもらえる環境があるっていうこと自体、ゲームの保存の一環だとは思うんですね。なんていうのかな、ゲームの保存っていうのは、ただ単にその物として残っていればいいとかそういう話ではなくて、やっぱゲームって遊んでなんぼです。ですから、なんていうのかな、受け継がれる思い出っていうのもすごく大切だと思うんですね。昔、スーパーマリオブラザーズっていうのがあって、まあ今、ニュースーパーマリオブラザーズシリーズがね、展開されてるけど、ね、横に進みながらマリオがジャンプしてクリボーをね、踏みつける。昔からずっと変わんないんだよ、みたいな感じでね。それこそ親から子へ、先輩から後輩へとかね、
そういうふうに、そのなんか思い出が受け継がれていくことが、まあ実は結構物理的な保存以上に大切なことなのかなと思ってるんです。そうやって思い出が受け継がれるからこそ、ゲームっていうのは人の記憶から永遠になくならないと思うんですね。それこそがまあ、ある種ゲームの保存とも言えるわけで。それはね、私はすごく大切なことだと思ってますし、少なくともバーチャルコンソールとかでね、まあ昔の作品を今の時代の人にも楽しんでもらえる機会があるということ。あるいはまあ、なんか私も iPhone とか遊んでますとね、ファミコンテイストとかスーパーファミコンぐらいのグラフィックの作品なんかもよく見かけますし、そういうのを割とね、小さい子が遊んでたり、まあ私の追いやめとかがね、遊んでたり、普通に遊んでたりするので、別にね、普通昔のグラフィックが今の時代に通用しないかって言ったら全然そんなことはない。通用するわけです。そうやって、まあ姿形は変わるかもしれませんけど、そういうね、その伝統っていうのは受け継がれるもんなのかなと。それは物理的な部分以上に、やっぱりその思い出とか、まあ面白かった。あるいは、まあ、よくクソゲーなんていうのを愛着を込めて、ね、そういう言葉を使うこともあったりしますけど、そういうのも含めてね、思い出って受け継がれるもんです。今インターネットがあるから、なおのこと受け継がれやすいですよね。昔こんな作品があったんだよ、みたいなものが、思い出として語る場っていうのが、まあ、比較的作りやすい。っていうのもありますし、だからそのゲームの保存っていうのは、単にそのゲームそのものの保存だけではなくて、思い出を受け継いでいくっていうことも、まあ、ある意味一つのゲームの保存なのかな、なんて。ゲームの保存として大切なことなのかな、というふうには思いました。はい。まあ、なんか偉そうなこと言ってますけどね。かな。まあ、だから、その、受け継がれる思い出という意味で言うとね。まあ、私自身、ファミコン世代の心配は実はそんなにしてなくて、ファミコンはやっぱりね、金字塔を打ち立てた作品ですから、例えば、今から20年経って、ファミコン生誕50周年とか多分言われるような時代になると思うんですね。わかんないですけど。そうなった時にも、多分またなんかね、盛り上がるような気がするんです。なんだかんだで。ファミコン生誕50周年ってなったら、多分リアルタイムで遊んでた人は、どんなに若くても、60前後でしょ？相当年めいるとは思いますけど、大事なのはね、受け継がれていれば、当然60歳よりも下の年齢にファミコンの時代の作品がね、面白いと思ってもらえるということ。で、そう思ってもらえることによって、ファミコンっていう存在感が残り続けるわけですよ。だから、ファミコン生誕50周年といっても結構盛り上がるんじゃないのかなと、私は思ってますけどね。逆に不安なのは、そのファミコンがそれこそ50周年ぐらいになった頃に、だいたい今の時代のゲーム機が20周年を迎えるあたりになりますよね。ゲームの時代としては多分ね、中途半端な時代になるんですよ。今の時代が。だから、そういう世代の方がむしろ忘れ去られそうで心配なんですよね。今だったらそれこそ真ん中に当たると言ったら、どうだろうなぁ。それこそドリームキャストやゲームキューブ、あたりが、それこそワンダースワンもそうかな。ワンダースワンとか。まあ、あれもね、その、知る人ぞ知るみたいな感じにはなってますけど、なんかね、その、プレイステーションの初代とか、まあ、ファミコン、スーパーファミコンの存在感が大きい上に、昔のゲームって言った時に、なかなかそういうゲームキューブとか、まあ、まだね、そんなに古くないっていうのもありますけど、そういうその、今と、ゲーム開拓時代の真ん中にある時代っていうのはすごく中途半端な時代に思われてしまって、そういう世代の方が実は記憶に残りづらいんじゃないのかなっていうことの方が、むしろ私は心配かなと思ってます。なんだかんだでファミコンはね、なんか世代を超えてね、愛され続けるような気がするので、私はあんまり心配してない。物として残らなくても思い出が残るんだったら、それはちゃんとまあ保存されてると言えるんじゃないのかと思うんです。で、それこそね、今、最近はこう、インディーズ時代といいますか。いわゆるこの個人とかね、まあ同人とかでゲームを作るという傾向が非常に増えてきてる中、そういうファミコンの懐かしさをそのままにゲームを作りたいっていう人も出てくるだろうし、そういう環境も作りやすくなった。そういう形で、
さっきも言いましたけど、iPhone でね、ファミコンテイストの作品が割とあるって言いましたけど、そういうのって、絶対そういう人が、そういうファミコンの思い出を持って作ってると思うんです。だから、そういう意味では、ファミコンテイストとかね、ファミコンの世代の魅力みたいなのは、割とこれからもね、しっかり受け継がれると。いう意味では、ファミコン時代のゲームの保存という意味では、私は実はそんなに心配してません。さっきも言いましたけど、ゲームキューブとかね、セガサターンとか、あの辺の中途半端になってくる世代あたりの方がむしろ失敗。そして20年ぐらい経った頃に、それこそ今の時代のゲーム機が果たしてどれぐらいね、保存という意味で記憶に残ってるか、そういう疑問、不安もちょっとあるかなと。そっちの方が心配かな。と思いました。なので、そうだなぁ、まあ、私としてはもうファミコン30年経って、まあ、ね、古臭いと言われるところもありますけど、でも、それでもやっぱりその、ファミコンという言葉の存在感が強いということは、まあそれだけね、親しまれているところがあるからこそだと思うので、そういう意味ではね、まあファミコンに頼り続けろというわけでは全然ありません。頼り続けて欲しくはないです。むしろファミコンから、得て欲しい教訓っていうのが、その開拓し続けて欲しいということだと思っているので、それは、ファミコンの頃の開拓精神を忘れず、かつ、今の時代にあった、開拓ですよね。ファミコンの頃と同じような考え方は、やっぱり通用はしないので、もうほとんど。そういう意味では、まあ、もっともっと幅広い視野で開拓する、心構えが必要なのかな、というふうには、思いますね。まあ、まあ、してやね、この最近の世代となると、なかなか、こう、新しいゲーム、ソフトみたいなのを作りづらい経済状況にあるので、やっぱ不安なんですよね、私としては。本当に未来にね、残せるようなゲームを今作れるのか。少なくとも、最近だったら DS は作ったし、Wii も作ったし、作れるんですよ、今の時代だって後世に残せるような作品はね。だけど、少なくとも今の世代のゲーム機はあんまり残せてないような気がする。今ね、活躍中の Nintendo 3DS でも俺はまだ残せてないと思ってるんですね。3DS ならではの、開拓というか。あくまで DS の功績を受け継いだだけでしかないという印象でしかないので、今のところは。3DS ならではの開拓をやっぱりこれからはしていってほしいし、それは、まあ、できることなら他のゲーム機にも望んでいます。はい。それが、まあ言うならばファミコン時代から受け取れる教訓なのかなと思っています。なんか同じことを繰り返して言ってるような気がするので、ちょっとこれぐらいにしましょうか。はい。まあ、赤緑さん、お便りの方ありがとうございました。はい。まあそんなわけで、ファミコン生誕30周年に関するお便りの方ですね。ちょっとまあ、紹介させてもらいました。はい。お便りの方ですね、ブログの方で引き続き、募集しております。本当に、些細なことでも結構ですので、なんかね、質問、疑問、思うところありましたら、お便りの方ね、送っていただければ大変嬉しいです。はい。よろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。次回のラジオも乞うご期待ください。それでは、皆さんごきげんよう。さようなら。